ここでね、コンサートやってるんだけど、宣伝なんですよ。まあ、もともと音楽家だったんだけど、十数年前からね、モノマネするようになってね、それはモノマネ芸人さんとお話しする機会があって、要はね、私の声が似てるから、一緒にモノマネしませんかって言って、じゃあやってみようかってやったら、そっちが随分面白くなっちゃってね。それで、まあ、モノマネやった田村まさか、覚えやすいでしょう、本当に ね、まあ、それでやったらね、いろんなイベントに呼んでいただけるようになって忙しくなりました、ね。全国歩きました、ね、とテレビにも出るようになった。ところがですね、コロナになっちゃったね、世の中が。コロナになったらもう本当にイベントどころでね、旅行もできないし、ね。まあ、それで、ね、実は私は網走なんですよ。よくね、どっから来たのって言われるんだけど、近所です、近所。ね、まあ、網走も小さい町ですからね。この間測ってみましたら、車で7分21秒。ね、このホテル近いんですよ。で、それがね、私にはとてもいい巡り合わせだったんですよね。ここのロビーを好きなように使わせていただいて、お客さんもいろんなとこホテル行ってると思うけども、こんなにピアノが2台もあるようなホテルないでしょ。ここはね、やっぱりオーナー自身もアルハンブラ宮殿のご一行をね、弾くような人だからね、やっぱりちょっと違うんでね、まあ、すごく理解があるね。まあ、そういうわけで、私がこう好きなように使わせていただいて、で、コロナの間もこのロビーコンサートだけはできたんですよ。だから私も考えました。もう全国あることはもういいやとね、カメラで撮って YouTube で、お客様とつながろうとね。そしたらここのホテルってのはね、近所から来てる人ほとんどいないんですよね。たまにいるんだけど、大体遠くから来て、海外から来て、そういうお客さんだからね、やっぱり YouTube がいいよね、そう思いました。というわけで、ただね、やっぱりここではね、一応音楽家だから生の音をお届けしたいなっていう、本当にそれはもう素直な気持ちです。で、一応、案内ではね、8時からですよっていうことで、8時になったらお客さん大体降りてくるんですけど、それまでにね、せっかく早く来てくれてるんだからね、ちょっとピアノを弾いておきますからね、うん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。さあ、このもう静かな時だからいい曲がいくつかありますからね、そこら辺をちょっとやっていただき、やって聴いていただきましょう、うん。アベマリアってね、シューベルトも書いてたりしますけどね、グノーさんの書いたアベマリア、これも有名なんですよ。やってみたいと思います。
な格好ですね。ありがとうございます。じゃあね、チューマンのトロイメライ、これもね有名な曲ですよね。これはね組曲で子供の情景っていうね、あの商品集があるんですよね。その中の、まあ、全部やるのとても大変なんで2つだけ抜き出してやりますね。子供の情景から異国より、そして、トロイメライ、ね。Thank you.
8位からね、ピアノと、まあ、特にオカリナっていう楽器をね、主にやりますからね。それまではね、本当にボーナストラックです。まあ一つね、ちょっと高級なレストランに行ったような感じで、生の音を楽しんでください。さて、やっぱりね、なんだろうね、こういう、落ち着く音楽って言ったら、モーツァルトがやっぱりいいんじゃないかな。ね、モーツァルトいいですよ、やっぱりね。それではね、ケッヘル311ソナタの2楽章。2楽章がね、大体、優しい感じでいいんだよね。311のソナタの2楽章、聴いてください。Thank you.
モーツァルトね、もう一つか二つかやってきたから。ケッヘル330だったかな、30の2楽章、これも結構聴く曲だね。332の2楽章ね。Thank you.
ございました。ありがとうございました。さて、そしたらね、ちょっとまたスタイルを変えていきますね。ベートーベンのね、悲壮ソナタ、ね、悲壮ソナタ、一楽章はね、よくまあ、取り上げられてるけど、実は二楽章も結構有名でね、こっちがね、その悲壮っていうタイトルとはまあ別に希望さえ感じさせるような、そんな、綺麗なセクションですね。それでは、ベートーベンの悲壮ソナタ、二楽章を聴いてください。Thank you.
ね、気持ちこもった特別のボーナストラックですからね、もう一曲ぐらいやったら8時になると思うんで、8時になったら、8時だよって聞いてきたお客さんが多いと思うんでね、改めて仕切り直します。最後に癒しの曲をと思って、フランツ・リストのね、コンソレーションナンバー3っていう曲があってね、なんかこのタイトルは癒しっていう意味らしいんですよね。だから癒されてください。コンソレーションナンバー3。Thank you.
ちょうど8時です、ね。あ、8時になって来てくれる方、ありがとうね。でね、改めまして、田村正香って言います。田村正香、知らなかったでしょ、ね、覚えて帰ってちょうだいね。田村正香、図がないだけです。ね、わかりやすいでしょ。簡単に言うと、音楽家なんです。今日は、ここではね、ピアノと、あとでこのオカリナ、これがすごいんです、オカリナね、こんなおもちゃがね、とても素敵なんですよ、楽しみにね、音楽家です。ただね、20年ぐらい前にね、ラジオ局の控え室でね、モノマネ芸人さんと一緒になっておしゃべりしておったら、その方が言うわけですよ、私の声が似てるから、一緒にモノマネしませんかって、ね、そうなんだ、そうなんだ、で、まあ、私もやってみたんですよね、任三郎ですってやったらね、お客さんえらい喜んでくれて、この音楽でもらう拍手とはもう全く違う拍手ね、いや、モノマネって面白いなと思ってやり始めたわけですよ。そしたらね、世の中の反応ありがたかったです。いろんなイベントに呼ばれました、東京、大阪、九州、鹿児島、ね、あちこち行って、それでテレビにも出るようになってね、これから面白くなるようになって時に、みんな経験してきました、世の中コロナになっちゃった、ね、コロナになったらもう本当にイベントどころじゃない、コンサートどころじゃない、ね、で、私は良かったのはね、実はよくね、聞かれるんです、どっから来たのってね、よく聞かれるんですけど、どっから来たんじゃない、私近所です、網走ですね、網走から全国歩いておったんですね。で、ここのホテルが近かったわけですよ、近いわけですよ、ね、で、ですからここのロビーコンサートだけができたの、ね、できたっていうか、経費かかんないからね、車で7分21秒で来ちゃいますからね、というわけで、ここでやったこのコンサートを YouTube、カメラで撮って YouTube で、お客様とつながろうっていう、そういう話なんですよ。だから今日こうやってお会いできたご縁でね、田村正香を覚えていただければ、そうです、スマホで検索してみてください、田村正香ね、面白いですよ、田村正香で検索したらね、田村正和さんが出てきます、まあ、田村正香も出てきますけどね、そして私の YouTube に入っていただければ、お客様とつながるな、まあ、時々でいいですよ、ね、4年に1回ぐらい思い出してください、そうそう、オリンピックが来たら、あ、田村正和賞を見なきゃ、ね、そういうふうに思っていただければ。さて、さあ、30分、40分、短いお時間ですけど、生の音をお届けします。これはの私のもう気持ちです。さて、ピアノ、2台あるでしょ。両方ちゃんと使いますからね。この、大きいピアノを1曲弾いて、それから今度はこっちのピアノを弾いて、オカリナやります。楽しみに。それでは田村正香賞です。どうぞ、よろしくお願いします。ありがとうございます。何でしょうか、ピアノでね、一番、まあ、よく聴く、あちこちでよく弾かれてる曲だと思いますね、ショパン、ノクターン、9-2、お送りいたします。Thank you.
やりましたけどね、私が今メインでね、その活動させてもらってるのはオカリナだったんですよ。これたまたま軽い気持ちで携わったんだけど、本当にね、私びっくりするぐらいこっちの方がお客様喜んでいただいてるって感じがするんだよね。さてただいまからオカリナのコンサートです。このちっちゃいピアノを使ってね、ピアノ伴奏をやりたいと思います。すごいでしょ。オカリナも吹くし、ピアノも弾くし、ね、まあ、オータリングほどじゃないけど、こじんまりした二刀流です。さて、このピアノはね、仕掛けがあるんです。これ、私の人形。ね、こんなことやってる人いないと思うよ、きっとね。きっと。どういうことかって言いましたらね、自動演奏機能がついてる。あらかじめ私、伴奏弾いてる。ね、弾いたらね、弾いた通りに、これコンピューターにね、その鍵盤の動きを記録できるんですよ、これ。ね、ですから、私のピアノ伴奏に乗せて、オカリナの音を聴いていただこうっていう、ね、ことです。さて、前半はね、オリジナル曲をちょっと聴いていただきます。お客さんはね、YouTube 見ていただけないんだけど、まあ、もしね、車で聴こうっていう方にはね、ここにベーシックシーン、ワン、ツー、スリー、それから、これが、まあ、私の一番最初のオリジナル曲あるわけですね。オリジナル曲の CD があります。1枚2500円です、ね。YouTube はタダですいろいろありますけど、 YouTube ね、まあ、お客様とつながったらいいなと思っておりますよ、本当に。オリジナル曲なんですけど、私の作る曲はね、シンプルな曲ばっかりです。安心してください、ね。ベーシックシーン2番。タイトルなんだけど、気がついたんですよ。まあ、50歳ぐらい大人になってからですね、自分の音楽のスタイルっていうものがね、あ、これでいいんだっていうのでね、まあ、私の原風景はね、思い出しました。ちっちゃい頃ね、ばあちゃんがね、童謡とか文武将唱歌とか歌ってくれた。それなんです、ね。だからあんまり複雑なものは私に合わない。だから、ね、私の作る曲は全部シンプル。あ、これでいいんだと思ったら、もう本当に、もう本当気楽になりました。あ、これでいいんだって、難しいことしなくてもいいんだと思ってね、まあ、そういうわけで、ベーシックシーン、いろんな曲がいっぱいあります、次はね、ベーシックシーン8番いきましょうかね。
優しい感じの曲です。G スプリング。そういうわけで、宣伝させていただきました。